評価第6話、滞在を犯す、見ていきたいと思います。楽しみだね。どうなるんだろうな。よっしゃ、もしこの動画よかったら高評価とチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1、スタート。ちょっと遅れた。エルタスの声だ。エルタスの声。なんだ。なんだ、なんだ、なんか私たちを責めるのはなんちゃらみたいな、なんとかを確認してくださいみたいに言ったの。先生が気に食わないことがあってお前たちがやったんだろうみたいな感じで、だけど生徒側からしたら、いやいやいや、ちょっと知らないっすよそれ、いう感じなんじゃないの。他の生徒に対して先に言ってたか、そのクラス全員のことを言ってたのかは分からんけど、あそこでエルタソーがなんか言うっていうことは、なんか生徒を代表して言ってる気がするし、まあ誰かがやってたとしてもその子をかばってる風な言い方っぽい感じはしたからな。興味持つんじゃないこれ。おいちさんだ、どうしたんだよ、あれは何だったんだみたいな言いそうだけどな。本編開始。滞在を犯す。聞いてない。すげえ、一言で終わった。すげえ。
散々やな、チタンダイル、チタンダイル、怒った、怖い、すげえ。似たようなもんだな、一緒やん、チタンダイル、散々すぎやろ、冗談だ、そう、そう、忘れてた、気になります、気になる、チタンダイルたち、気になりますがいっぱいいる、
が起こったから起こったって、日本語って難しいね。古書読めないんだよ。だから少書、ほう、赤点だったんだ。違えてもクラスプレート確認したんだよな。確認しやんな。違う。あ、戻っちゃった。夏の最悪。そうなんだ。
そうね。はあ。ほう。なるほど。他のクラスと間違えた。うわ、小文字だ。小文字の D と A じゃないか。小文字。太郎とこういう絵なんだ。ほらーやっぱ小文字だ。
それで悪いことをしてしまいましたになるんだ。びっくりした。かわいい。なんか下に書いてある英語って毎回違うんだな。今思ったけど毎回違う。でも英語だからなんかわかんないんだけど、なんかあるんだろう。すげえ。やっぱ面白いよ。なんなんだこれ。止まんねえよ。評価面白いな。やば。もともとはだってなんか、あ、いや変わんねえか。そうか、一番最初の方そうだもんな。文集とか関係なかったもんな。途中でその評価の文集のねことについて触れてたけど、今はもうその必要がないもんな。こういうのがずっと今後もあるんでしょう。楽しみすぎるな。マジでおもろいから一瞬で終わるんだよ。すげえ。でも学園ものって考えるんだったら文化祭の会とかあるんじゃないか。押しに行くの。あの感じだとエルタソじゃない。修学旅行っていうわけでもないだろう。多分。すげえ、これでサブ隊が滞在を犯すなんだ。で最後の方に滞在を犯してしまったっつって。おもろい。止まらん。続き見よう。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。よし。終わり。じゃあ、もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、フォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらでご提示。ということで、評価第6話、滞在を犯す。
でした。ありがとうございました。